はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクションのサガ3ですね、カオス神殿からやっていきたいと思います。で、これはなんだ、エレベーターか、え殺人ビームみたいな使ってきそうなやつがいるんだけど、で敵は変わってるね、白黒仮面で、まあサンダーで一掃しつつ、武器組は多分2人攻撃入れないと倒せないからね。うお、いくつ食らう、10か、まあまあだな。積み重なってくると結構痛そう。で、サイコダガ2発で倒せるかどうか、倒せないか、やっぱりサイコダガの火力がちょっとやっぱ低くなってきたな。かといって何かあるかって言われたら特にあるわけじゃないんで、とりあえずここのエレベーターみたいなところ行ってみる。先制攻撃か、まあ、それもサンダーで目玉、よし、サンダーで一発で倒せればね、2体確定で倒せるから。で、じゃあこうのこうのこうのこう、これでどう、サイコダガーミスリルソードペア300いくからね。よし、これが効率いいな。もう肉とかちょっと食ってる余裕がない。先制攻撃はかなり確率高いね、なんか知んないけど。さっきと同じパターンでいこう。サンダーで2体倒して、でミスリルソード、ミスリルソードで、ミスリルソード組と、違う違う違う、サイコダガーミスリルソード組を2つ、ゲッ、サンダー使っちゃったよ。ダイヤの兜見逃さない。ミスリルよりダイヤだよね、そうなのっていう感じはするけど。58、よし、うわー、またわけわかんないのが出てきたな。で、サンダーでこいつらは確実に一掃できるから、で、こうだな。敵が5体いると結構厄介。最高だが、大して魔力ないんだな。でしょ、200で300でしょ、まあ、ブロッケンもまあまあだね。え、ちょっと待って、いけた左の方とか、ちょっと待ってね、探索はしたいといえばしたい。うん、どうなってんだこれ。あ、どっか部屋があった気がするんだよな、ここから出てくるとこ。あ、いけた。で、エリクサーか。よしよしよし、いいね。こう隠し部屋的なものがね、何個かあったと思うんだよね。覚えてるところは今みたいになんとなく覚えてたけど、確証があるわけじゃないんで。で、エリクサー、一応これで3つか。いや、ミスった。本当にさ、魔法ミスするのやめてほしいんだけど。くっ。2人ミスってるし。リングレーザーで、アッパーも結構食らうな。ブロッケンが火力高いのか、始末しておくか。じゃあちょいちょいちょっと回復を見ないと怖いからね。200台が3人か、まあまだいいや。100台になったら回復しよう。いや、最高だが2発で倒せないのはちょっと痛い。で、こっちから来て、ここもなんもないよね。で、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。銀の針、銀の針って何アイテムの使い道がわからん。
回はサンダーで倒す。アイアンローズ。白黒亀って何だ。魔力が下がったとか。弓ゲめちゃくちゃ魔力を下げてくるけど大した影響はないかな。いや、サイコダガーの攻撃力が下がるか。身を守っている。まあ、それはそれで助かる。ポーション、まあ、回復系はあって損はないんで、で、こうでしょ、で、こうでしょ、こうでしょ、で、こっちで、これ意味ないな。で、これいったらさ、落ちるよね。あ、これなんか隠し部屋っぽくない？大地の石はとりあえずゲットして、あ、そうだよね、そうだよね。で、こうでしょ？これさ、なんか、その、階をまたぐマス目でもさ、敵が出てくるからさ、それがイカれてるよね。魔法重要だな。かといって人間に魔法使わせても多分そんなに火力出ないからな。人間はやっぱ武器なんだよね、使わせるのは。で、魔法はエスパー。ちょっと特殊能力とかに走りたいんだったら、まあ、獣人とかになって。で、だからちょっと待って、こうはいけないよね。てか、このエレベーター意味ある？で、こうでしょ。うわ、いっぱいいる、めんどくせえ。ブロッケンはなんとなく倒しとこう。こういう時にさ、こうグループ技とかがないのが痛いよね。催涙ガスを持ってんだけど、さすがにここじゃ使わないでしょ。スピンブレードがそこそこ、メガカッターも強いな。サイコダガーは弱い。シリュウめっちゃ狙われてるから、前にいるほど狙われるとかっていうのはこのゲームはなさそうだよね。外さないことが大事。外すとめっちゃめんどくさくなる。手術効果がなかった。よくわからん。この戦闘が終わったら少し人間のケアルラで回復させるか。てかさ、プロテスとかさ、全員に覚えさせてもよかったかもね。1ターン目で全員プロテスかけて、その後攻撃に入るとか、そういうパターンの方が。そう、ミスリルの腕は、え、ミスリルの腕は、だって腕は今ダイヤのことだよ。これ下がるでしょ、どう考えても。下がる。あとで売っ払おう。で、ここに来て先制攻撃。よしよしよし。敵もなんかなかなか強くなってきたからな。先制攻撃が来てくれると本当助かる。白黒仮面、不気味な割には別に大した攻撃をしてこない。レベルはなかなか上がらないね。左行こう。なんもない。魔術系結構やばそうだな。白黒仮面3台一発で倒せるかな。いや、倒せねえ。うわー使ってきた不気味な笑いみたいな。ケアルとかで、そうするとサイコダガーで削れるかな。どうだ、さっき回復されたから無理か。93、それなりに回復してくるな。うん、10くらいだったらなんとかなんだ。ワンサカあるからな。これ右と左なんかある。大丈夫だ、何もない。で、ここでカオスの鍵でしょ。これは海底に潜ってってんのか。よし、先制攻撃。うん、どうしよう。ピクシーが厄介っぽいから、まずペアで倒す。クリティカルヒット。
て、そうするとこうでしょ、こうでしょ、あと白黒仮面狙ってこう。呪文封じ。やっぱり白黒仮面厄介なの使ってたっけ。もう何なんこいつら。で神殿っぽいところに入ってきました。これなんかあれかな、宝箱、金の針いらない。でブロッケンは倒しておくか。サイバーリーパー、ないからね。ゲッ、絶対ミスるんだけど。ゲッツェ、大して強くないとか言っときながら2回命中すると強いのか。それは覚えとこう。なんかここら辺ってないか。どっちから出てきた？こっち？宝箱ある。なんか動いてんだけど、え、どういうこと？なんかどこから行けなかったっけ。サルガタナス、これで行こう。ヒカルヒットでも倒せない。急降下自体は強くない。男性組と女性組のペアで倒せるんだけど倒せない。めちゃくちゃ誘惑されてるし。よし、レフラでかい。でこれも回収して、炎の盾、そう、盾って別に防御力が上がるわけじゃないんだよね。だから回避率に影響してくると思うんだよね。てか上がったし。この前の盾上がんなかったんだけど。なんかどっか行けるとこ特にないか。もういいや、これで行こう。4体だったらこれでなんとかなる。ペア戦闘。いや外すな、本当に外すな。こんなレフがちょっと減ってきたね。ケアルラで勝ちさせよう。で宝箱があって、あ、これは多分ボスか。でここにもあるんだよね。あれどうやって飛んだ。なんか下から行くっぽいな。まあいいや。でこいつ結構強かった気がするんだよな。全回復はさせておこう。でマジックパワーをどうするか。うわ、こんなした、めんどくせえ。誰かクリティカル食らった。デューン、いや、ミスった。魔力が下がった。いや本当にゲエアロとかやべえ。めちゃ食らったんだけど。ここで死体が出るのは本当勘弁してほしい。よし、オッケー。でちょっとシリューで回復しよう。一回ケアルラを一人ずつ唱える。でディウンが減ってる。ホルナレフとミルフィーにエリクサー使っとくか。そんなに貴重じゃないからね、エリクサー。よし、回復してんね。じゃあちょっと一回セーブして、
ドグラやアシュラを倒したのはお前たちか。ステスロスのユニットを集めて何をする。未来へ帰るのさ。バカな、貴様らの未来は皆海の底よ。行くぞ。奇襲だ。マジかよ。ゴーハハハ。ちょっと待って、これ回復に入ろう。前衛をまず回復させて、かといって攻撃しないのもあれだからな。まあまあまあ、行って通るは通る。ちょっとあれ使ってみるか。ダイナマイツ2個あるね。で回復、今回ちょっと回復の回にしよう。自分も回復させよう。体勢を立て直す。痛い、危ない。265結構強い気がする。もう使っちゃおう。ここでサンダーが通るかな。でこいつのケアル側取っときたいから、こうだな。あ、通るわ、全然通るわ。あ、身を守ってる。しかも半分になるわけじゃないね。よし、あとはちょっと攻めていこう。プロテスはいや、かけなくて。いや、ミスター、のしかかる。156か。クエイク使われなければまあなんとかなんな。これ痛い。頭突きもまあまあ。クエイクがほんと強い。全員に100って、単体攻撃そこまで強くないのが、まあ200とか食らうとね結構厳しいけど、先に動けるから回復はまあまあ安定して間に合う。身を守っている。よし、めっちゃ出れてんな。身を守る意味がわからん。 OK、 まあまあだったな。こいつら何もさ捨て台詞言わないよね。で未来ワープ、ホバーエンジン、歩いて帰んなきゃいけないからね。でこの宝箱だけマジで気になる。クヌム、ここに来てなんか新しいやつが出てきたんだけど、しかもアッパーそこそこ食らうし。オッケー、ドクター。え、稲妻って何？なんか2人食らったんだけど。獣人クルミでかい。これ取りたいんだよね。あ、やっぱ動いてたの。カオスのあれだったか。どっから取りに行くんだこれ。先制攻撃。ちょっと待って、サンダー唱えよう。この真ん中のやつできるよ、倒したい。300いいね。でちょっとやつはほっとこう。もうちょっとなんかさ命中率上げてもらいたいよね。呪文封じとか無駄よ。で、そうだね、ここに見えた宝箱は確かにカオスのもので、こっからクヌム、またペアどうしていくか。アッパー、クリティカルヒット倒せない。クリティカルヒット無駄に出たな。200台か。まあ余裕はあるから自己死すんのもアホらしいんで回復しよう。余裕はある。めちゃくちゃ無駄にマジックパー使ってるけど。でこうでしょ。で
こっから来て、ここ、これか、サイコアーマー、これ俺が装備していいわけ？なんとなくポルナレフに装備させるか、サイコ系だから。サイコ系ってさ、魔力が上がるんじゃって素早さが上がるの？まあいいや、じゃあサイコダガでよくねえか。で帰ってきました。これどんどん怒っていけばよくない？で無事地上へ先制攻撃。真ん中のネクロマンサー取っておくか。イーブルアイとかさ、武器で攻撃されてめちゃくちゃ目ん玉痛そうなんだけど。脅かす、脅しなど効かん。俺は脅しに屈しない、ネクロマンサーごとき。でこうでしょ。ちょっかクロノスに報告に行くか、倒したよって。未来エンジン手に入れたから正直シカとして言ってもいいんだけど、まあ、せっかくだからご報告しましょう。カオスの城には海底にある要塞から入れるようだ。いや知ってるよ、もう倒してきたよ。無駄だったなマジで。じゃあさっさと未来エンジンつけて未来へ行きますか。挨拶とかどうでもいいわ。事の成り行きを知らずに進んでるからね。でホバーエンジン未来ワープで、ワープで未来。これさすぐ戻っちゃうんだけど、でもだいぶ沈んでるんだよね。これなんかあるけど3特にって感じだな。サハギンがいる。サハギンはやっぱり未来から送り込む竜巻銃か。1200円、結構金持ってんな。あれなんか塔がある。これ何、北の塔沈んじゃったってこと？やっぱりまず海底より地上だな。いやーめちゃくちゃもう海になってんね。でこれは魔物がネメシスをさらったのは儀式に使うため。ボラージュは今よりさらに未来、つまり滅びの未来から来たと言っておった。あ、そうなんだ。未来の未来人か。け、いけね。メタモールの魔法があればムーのサハギンと話ができる。ボラージュさんとクエーサー博士、それにジュピターさんが先発隊として異次元へ行った。え、な、今どっから入った？これ全部施設なの？知らなかった。なんか来たんだけど。人間は武器、獣人には技、エスパーなら魔法を使わせた方が効果的。そうなんだよね。ダイヤシリーズ、品揃えだけ見よう。なんかさすぐさ次の町に行った気がするんだけど。浮遊大陸にはまだステスロスのユニットが眠っている。そう、浮遊大陸クエイクあるじゃん。てかエスナーもあるじゃん。てかブリザガーもちょっとこれ超よくね。エスナー4つ買っとこう。でブリザガーは2つ、テレポーは1つ、2つ買っとくか。ちょっと待って、どれがどのランクの魔法なんだ。テレポはちょっと人間に装備させる。でブリザガはもちろんこいつらでしょ。でクエイクもポルナレフとミルフィに装備させよう。でテレポは6、クエイク、ブリザガ4、 あとエスナか。エスナは全員に装備させたい。状態異常は誰が回復させても全然いいんだよ。
で、エスナとテレポが一緒か。5がないね。魔法は7まで。ライトサーベル、猫の爪、ブーメラン、サブマシンガン。ちょっともう、効果がわかんねえんだけど。つまりさ、あとここの町って何なの？何の町？合言葉を言え。合言葉を知らぬ者は通すわけにはいかん。はあ。じゃあとりあえずここは一旦こんな感じか。もうちょっと武器と防具は品揃えを見て決めよう。で、なんかその地下の町みたいなところに行った気がするんだけど、それがもはやどこだったかわかんねえ。グリフォンシルク、クエイク聞くの？飛んでるけど全体じゃん。グリザガは？グリザガは一人か。飛んでました。地震に強い。飛んでるもんね。いやでも全体攻撃はいいぞ、かなりいいぞ。ゼロなわけじゃないからね。痛い。ハイポーション。てかさ、これ見よがしに飛んでる敵がいるな。いやでも使っていく、効かないわけじゃないっていうのが分かったから。100は当たるからね、全然いいでしょ。ケア。いやこれさ、グループ技どころかいきなり全体攻撃手に入ったからサクサクな気がする。いやもうこれ獣人とかにする人とかもういらない。やだこいつら。で神殿下に行こう。逃げられない、マジか。ちょっと混乱してるかな。こっち逃げ切ろう。でヒットポイント的にはまあ全然大丈夫。あ、イクラムの木があんじゃん。いや無事たどり着けたね。でも町が沈んでしまっている。ダームの町なら東の小島に移転した。お墓のある島、地下にある上からに調べ。私の根はかなり伸びている。ありがとう。これ何？意味あんの？獅子柄、ギガマウス、強そうだな。宝箱とかあんのかな？世界は狭いからね。西側から行ってもいいでしょう。先制攻撃、よし、これは。クエイクの威力を見せてやる。276、つえ。284、若干、魔力高いんだ。いや、楽だ！これは楽だ！敵が出てもサクサクいけるぞ。飛んでるやつじゃない限り。いや、もうクエイクで連発で行こう。エリクサーちょっと多めに買っとくか。ミスした。ミスしたやつをミスリルソードで仕留める。完璧だ。で、ここに町があって、どれだっけ？ここだな。みんな無事でいてくれ。で、やっと戻ったの。じゃがギルは寿命で亡くなった。そなたらに会いたがっておったぞ。なんかかわいそうなことしたな。バイパーの人、僕も家計無営軍で戦いたいな。あそこバイパーって言うんだ。リュウ無事だったよね。元の町は沈んだけどここなら安全。なぜそう言えるんだ。ネオクエイク連発したからな。ミロクを倒すには浮遊大陸へ行かないと無理。テスロスがないと異次元へはいけない。革命軍の数人がすでに異次元世界へ向かった。数人で行ったんだ。めちゃくちゃ少数精鋭だな。まあボラージュとかそこら辺って言ってたもんね。あ、こいつは？あ、そうか、話したか。魔法ケアルラストーン、サンダー、サイレス。いや、いらねえ。飛び越えらんないか。リューンさん、メルローズさんが待っていますよ。メルローズまだいたか。なんかすげえ立派な建物だな。お前も偉くなったもんだな、メルローズ。
友達のネメシスが魔物たちにされた。魔物は彼女に聖剣を手に入れる力があるって言ってた。ここは魔物から身を守るため地下に作られた。メルローズ、久しぶり。お前たち、シール随分老けたのね。当たり前だろ、あれから15年も経つ。町は沈むし長老はなくなるし大変だったんだ。ごめん、でもステスロスのワープは決まった時代にしか行けない。あ、やっぱそうなんだ。そうか、でもお前らの活躍は知ってる。魔物が倒されるたび歴史が少しずつ変わる。じゃああとは水がめを止めるだけ。いや、まだ浮遊大陸にいるミロクが残っている。それに奴がネメシスをさらってしまった。バイパーのディオールが無茶をしなければいいんだが、お前らも行って手伝ってやってくれ。バイパーの門番に、これ読めないよね。アウェーフクス、これ逆に言うとスクエアだからスクエアの合言葉を言えば入れるはずだ。はーい。あ、フレイヤがいる。無事でよかった。私お礼が言いたくて、こんな素敵な人たちと滑るなんて。私村を守るために頑張ります。完全に使われてんな。で、ここに武器屋はないから、じゃあちょっとバイパーに戻りますか。あとちょっと、そうだね、地下っていうか水中も見ておきたいんだけど、このパターンがめんどくさい。あの飛んでる軍団だから。あ、地下、こんなに近かったんだ。あー、言いちゃった、めんどくさ。合言葉上、これなんていうか、アウェックス通っていいぞ。本当に聞き取れたのお前共に戦おう。海の底にあるシェルターにはステスロスの研究員の第一人者パルサー博士が住んでいる。あ、そうなの。これなんか別に調べられるわけではない。安心して、この町はダームのメルローズやフレイヤと守っていくわ。あ、宝箱ある、これ取っていいの。カプセルホテル、コーヒー、水の石、ライトサーベル、やった。ボールフェス、怪我人はおらんか。わしのメスさばきでどんな怪我でも治すぞ。え？ん？僕ですよ、ダームの町のディオールなのか。はい、立派になったな。今は革命軍を指揮しています。皆さんのおかげで滅びの歴史が変わりつつあるのですが、敵も必死です。私はこれから弥勒討伐に向かいます。手伝ってくれませんか。もちろん、でも急だな。ええ、ソウル神とネメシスが弥勒にさらわれた。異次元へは我々の作ったステルスロス2号機でボラージュさんが向かいました。あとは神殿の1号機で後を追うだけです。すると浮遊大陸にユニットがある。はい、時空ワープが弥勒の手に落ちています。神殿の封印は奴らには解けないので安心ですが、こちらも1号機を使えません。わかった、行こう。作戦の指示はこの島の北側にある海底のシェルターでパルサー博士が話してくれます。これを持ってシェルターへ急ぎましょう。ロケットベルトを手に入れた。ディオールが仲間になった。おお、なるほど。ちょっと海底は海底で見ておきたいんだよね。全体的な沈没船とか。てか、ここイレムの町じゃね。残ってるわ、ここも。みんな年取ってんな。おしまい。じゃあソウル様が異次元にさらわれてしまった。でソウルって、じゃあ未来世界にはいたんだ。ブローチ、ミスリルメール魔導士の服。いや、どうなんだ。トマホーク電撃撃ち、催涙ガスってさ、なんか敵全体にできなかったっけ。でももうクエイク持ってっかんな。今浮遊大陸を支配しているのは弥勒という魔物じゃ。クロノスさんは、うお、じいさん乗ってる。やっと着きましたね。西の島のバイパーの都市に水がめを止めるための組織ができた。それから大パパ様が体の具合が悪くて宿屋であなたたちを待っています。会ってやってください。ムーの人たちはみんな魔物になってしまった。結構役立ったのにな、そこの施設的なもの。ソウル様なら水がめを止められるかもしれん。てか、ほんとみんなじいさんになってんな。子供とか生まれないの。本当にみんなじいさんばあさんだな。やはり魔物いくら倒しても水がめを止めなければいけない。
もうこことバイパーの都市がみんな海に沈んでしまった。大バーパさんはどこにいるの？あ、いた。遅かったの。幽大陸で眠るソウル様が魅力の手に異次元へさらわれたそうじゃ。わしはもうダメじゃが、メタモルの魔法を渡しておこう。これは異次元の魔物に変化して話を聞くためのもの。ムーのサハギンから何か。グハ。大ババ様、メタモルを手に入れた。死んだ話途中で死んでしまった。てかディオールめっちゃ強いんだよね。レベル21とかで金めちゃくちゃ持ってんだけど。温泉の効能は？バイパーの町からネメシスという女戦士がさらわれた。革命軍は浮遊大陸への上陸計画を計画している。魔法はキアルラストーンサンダーサイズか。変わんないな。サイですって必要か？なんか誰かに有効だった気がするんだけど。とりあえず話を集めながら次浮遊大陸へ行く感じですかね。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。まあ、次回はちょっと海底を探索しつつ、浮遊大陸に向かっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。